ここは長野市の南部に位置します松代町です。松代は江戸時代のおよそ250年間、真田氏が藩主を治めた松代藩によって治められていた城下町です。明治5年の廃城から150年経った今も、松代の町のあちこちに江戸時代の面影がたくさん残されています。そんな江戸時代の文化や歴史を求めて、また大勢の観光客の皆さんも訪れます。そんなことから、観光客をおもてなしするためのボランティア団体や趣味の会もまたたくさん生まれました。そこで今日はその中の一つ、松代文化財ボランティアの会の活動をご報告したいと思います。昔の今も殿町という場所ですが、このまっすぐ行った右手が、元は海津城、今の松代城の城跡です。そしてこちらに左に曲がりますと宝物館があります。今日は松代文化財ボランティアの会の活動の報告をしていただく荻原由紀子さんをここでご紹介したいと思います。荻原さん、こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お寒い中ありがとうございます。どういたしまして、今私たちが立っている後ろの建物に真田宝物館とありますが、はい、松代文化財ボランティアの会はこの真田宝物館ととても密接な関係があると聞いています。はい、はい、そこで、文化財ボランティアの会の成り立ちをお話しいただけますか。はい、この真田宝物館はご覧のように、まあ古いけれど立派ですね。で、私たちの会は真田宝物館の中にある松代文化施設と管理事務所、ここの指導によって、学芸員さん、主にね、学芸員さんの指導によって活動をしています。で、会が発足してからは10年ほどになりまして、その前養成期間が、2年半3年近くありました。この発足は司法の記事で呼びかけがあって、で 文化財というか文化庁だね、文化庁の、ここは長野市の南部に位置します松代町です。松代は江戸時代のおよそ250年間、真田氏が藩主を治めた松代藩によって治められていた城下町です。明治5年の廃城から150年経った今も、松代の町のあちこちに江戸時代の面影がたくさん残されています。そんな江戸時代の文化や歴史を求めて、また大勢の観光客の皆さんも訪れます。そんなことから、観光客をおもてなしするためのボランティア団体や趣味の会もまたたくさん生まれました。そこで今日はその中の一つ、松代文化財ボランティアの会の活動をご報告したいと思います。昔の今も殿町という場所ですが、このまっすぐ行った右手が、元は海津城、今の松代城の城跡です。そしてこちらに左に曲がりますと宝物館があります。今日は松代文化財ボランティアの会の活動の報告をしていただく荻原由紀子さんをここでご紹介したいと思います。荻原さん、こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お寒い中ありがとうございます。どういたしまして。今私たちが立っている後ろの建物に真田宝物館とありますが、はい、松代文化財ボランティアの会はこの真田宝物館ととても密接な関係があると聞いています。はい、はい、そこで、文化財ボランティアの会の成り立ちをお話しいただけますか。はい、この真田宝物館はご覧のように、まあ古いけれど立派ですね。で、私たちの会は真田宝物館の中にある
文化松代文化施設と管理事務所、ここの指導によって学芸員さん、主にね学芸員さんの指導によって活動をしています。で、あの会が発足してからは10年ほどになりまして、その前養成期間が、2年半3年近くありました。この発足は司法の記事で呼びかけがあって、文化財というか文化庁だね、文化庁の、あの声もかかっていて、当時ここにおいでになった学芸員さんが呼びかけをしてくれたわけです。そこから始まって現在に至ってまして、今年は10周年記念誌をという、もうじき出ることだと思いますけれど、あのそれで、文化財ボランティアの会の活動の内容なんですけれど、今荻原さんかぶっていらっしゃるこの帽子が目印で、この帽子をかぶっている皆さんが文化財のボランティアの会の会員ですので、あのご案内をお願いすることもできるわけですよね。そうですね、あの帽子はね、去年一昨年からかな、デザインちょっと変わって違う形をかぶってる人もいます。まあ、このジャンパーの方がよく目につくかなと思います。みんなどちらかは必ずつけて、これがついていないと活動ができない、この名札をねつけているということが基本です。それで、あの会の活動にはいろいろな活動があると思うんですが、今お話しいただいた観光客の皆さんをご案内するのも一つですが、その他にもいろいろな活動があるわけですよね。そうですね、ABCD とこう分かれてるんですがね、今の観光客に直接触れる方以外には、この松代町あるいは内外町内外の埋もれた文化財を発掘する、調査する、そういうグループ、それから、ワークショップ、この小学生や訪れてくださるお客様に、触れ合っていろんなものを作っていくというワークショップをする組もあります。それもまあ観光客との接触ですね。あのこの中に入ると支援室っていうのがありまして、そこでいろいろ調べ物をしたりね、よその方がそこで、そこにある資料を見ていただけたりします。で、夏休み冬休みはそこに子どもたちが来てワークショップするというのもあります。それから、あの夏休みには子どもさんたち集めて、何ですか、横田家で、綿から、生産していろいろなこともやったこともありますね。そうですね、去年ね、綿を紡いで、上田の方の方かな、ちょっとごめんなさい、どこだったか忘れた、そちら あのボランティアをしている人たちから教えていただいた研修をして、で小学生と一緒に夏休みに入ってからだったかな、もうちょっと前だったかな、夏休みにやるのは別のワークショップがあるのでね、2日間使って、そのように、あの子どもたちを対象に、そういうこともあると。それから社会科見学なんかでもとても頼りにされているそうですが、社会科見学、大人の子どもたちね、小学生がね、はいはいはい、あのおいでになって町の中を見て歩くというところのお手伝いをします。それから、あの先日ですね、私取材させていただいたんですが、グループのあるグループでは、宝物館に寄贈された古い襖紙を剥がして、そんな作業もなさってるそうですね。そうですね、あのたくさん寄贈されてあるようで、あの一生懸命週2日午前中を当ててその作業をしてます。はい、それではですね、普段、文化財ボランティアの会員の方たちが観光客をご案内してくださるコースを今日は、会長の荻原由紀子さんにご紹介していただきたいと思います。まず宝物館ですが、宝物館の入り口からちょっと入ってみたいと思います。はい、それではご案内いたしましょう。まず入ったところに、券売機がありますのでね、そこで券を買っていただくんですが、ちょっと入ってからね、券売機ありますね、ちょっとごめんなさいね、券売機があります。で、
ちょっとここに用事があるという方はここまでは無料で入れます。ここまではね、だから買わないでここまでおいでになって要件をお話しいただいて、でここで本を見せてもらうとかね、ここでボランティアの人たちにお話があったらしてもらう。原則的に中を回るときはもう券売機で券を買っていただくことになりますね。それではまずね、私たちはお客様にお会いすると向こうからガイドお願いしますって言われる方もあるし、いかがですかって声をかけることもあります。それでまずここから始めるんですけれど、それぞれ皆さんボランティアさんの自分の思い入れがあるので、一応マニュアルはありますが、どこを力を入れるかというのはその人なりにいろいろあります。でまずここでざっとこんな風に系図がありますのでね、この系図に従ってお話をするわけです。ここで一番重要なのはやはり松代藩が初代信行さんから10代の雪本さんまで真田氏が通して約250年間治めたということが一番大事なことですかね。それと昭和何年だったっけ、41年に、12代ご当主、この方ねご当主が資産、真田家の資産すべてを松代町に譲渡された、そういういろいろなものが、江戸時代のものがここに残されています。それをご案内するということですね。5万点からの資料がありますけれど、その中の3000前後ぐらいのものが紹介されるものです。これを年に3回ですかね、3ヶ月に一遍だったか、場所によって変わりますからね、テーマ展示もありますし、そのテーマ展示や常設展示、展示会しながらご案内しています。ですから、真田宝物館って1回行ったからいいやではなくて、展示会があります。それからよそからテーマに合わせてお借りしてくるものもありますのでね、ぜひ時々テーマ展示の看板もありますので見ていただいて訪れてくださればありがたいと思います。この宝物館の中の、ご案内というのが文化財ボランティアの会員ならではの仕事だと思うんですが、やはり私たちのような素人ですとなかなかその歴史的なことをお話しすることはできませんよね。そこでやっぱり文化財ボランティアの会では、会員になるために、講習を受けているそうですね。講習を受けないと会員にはなれないということですよね。そうですね、6回講座、2月から3月まで6回講座あります。これを受けていただいて、まあ、会の中で月3回活動するとかね、いろんな各グループにこう当番があってそれに対応するとか、一応そういうものができています。はい、ありがとうございます。それでは次に、会員の方がご案内してくださる真田邸の方へ回りたいと思います。はい、それじゃあ参りましょう。